皆様こんにちは。ご視聴いただきましてありがとうございます。いきなりバーチャルの姿で失礼いたしますなんでこのようなことになっているかと言いますと、お仕事の方でですね、このようなものに携わらせていただく機会がございまして、まあ、せっかく、まあ、お仕事でしたけれども勉強したので自分でもやってみようかなと思ってモデリングとかしてみました。どうでしょうか。我ながら結構可愛くできたんじゃないかなと自負しております。ただですね、個人でやってるっていうこともありましてですね、顔と口と目、まばたきの動きのシンクロしかできてないんですよね。もうちょっと機材揃えたりとか動き回れる広いスペースとかを用意できれば、もう全身動かすことができるんですが、それにはね結構お金がかかってしまうので、私の財力ではこれが精一杯ということでせっかくなのでこのような形で動画撮っても面白いかなと思って撮ってみたいと思います。でですね、今日の動画は何かと言いますと、すごい今更なんですが、2023年明けましておめでとうございます。というわけで、去年2022年に読んだ本の中のマイベスト本を紹介する動画を撮っていきたいと思います。結構いろんなブックチューバーさんやられてますよね。まあ私も動画のネタいただきっていう感じでやっていきたいと思います。結構な冊数を紹介されている方もいらっしゃるんですけれども、ちょっと編集が大変かなっていう感じがするので、5冊に絞って私はご紹介をしていきたいと思います。ただですね、私去年はですね、今村夏子さんという作家さんにドハマりした年でございまして、5作品だけになってしまうと全部今村夏子さんの本になってしまいますので、申し訳ないんですが、今村敦子さんの本は対象外でご紹介をさせていただければなと思います。で、あとちなみに私の場合はランキング形式で紹介するというのはやめようかなと思います。どの本も素晴らしいんですよ。ランキングつけるのは非常に難しいので、去年読んだ中で印象が強かった本を5作品紹介をしていきたいなと思います。もしよろしければこのままご視聴いただければ幸いです。ではですね、私のこのモデルちゃんはちょっと端っこの方に寄っていただいて、ではですね、なんて言うんですか、私の画面から見て左側にですね、本の想定を写して紹介をしていきたいなと思います。2022年マイベスト本1冊目はこちら、増田美琴さんのユリアとかくれんぼでございます。こちらですね、別の動画でも一度ご紹介させていただいている本なんですが、こちらを1冊目として選ばさせていただきました。この本はですね、去年一番最初に読んだ本になるんですね。もう読んで1年以上は経ってしまっているんですけれども、未だにですね本の内容結構覚えてるんですよね。私記憶力が悲しくてですね細かい部分忘れちゃったりとか、ラスト結局どうなったんだっけっていうことが結構あるんですけれども、この本はですねインパクトが強すぎて未だに本の内容結構覚えています。なので選ばさせていただきました。別の動画でも紹介しているので、軽くこの動画では紹介させていただきたいと思います。この表紙にも写っているユリアちゃんという女の子はアイドルをしているんですけれども、アイドル活動の一環で生配信を行うことになるんですよ。その生配信の時に事務所の提案でドッキリ企画をやることになったんですけれども、そのドッキリが原因でですね炎上しちゃうんですよね。最初は炎上してしまったアイドルがどう向き合っていくかみたいなお話かなと思ったんですけれども、読み進めていくうちにつれてですね、もうすごいですよ。こんな結末よく思いついたなみたいな感じのラストを迎えるんですよ。一番驚いたのが、その炎上を仕向けた人がいるんですけど、その人の正体が分かった時もう本当にびっくりしました。もうそこがね、もう大どんでん返しっていう感じがしましたね。こちらはですね、メフィスト賞を受賞している作品なんですけれども、メフィスト賞らしい色もあってですね、もうすごく楽しく読むことができました。まだね、読んでいない方はぜひ。ぜひ読んでみてください。おすすめでございます。ということで1冊目はユリアとかくれんぼでございました。では続きまして2冊目の本はこちらです。折紙京也さんの花束は毒でございます。パチ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 。こちらはですね、もう本当にすごいすごかった。これもなんかの動画で紹介しているかもしれないんですけど、ラストがね、なんだろう、人によってはね感想が分かれる本なんですよね。私はラ
ストすごい好きなんですが、ちょっとモヤモヤが残ってしまう本かなとは思うんですけれども、結構読了後にモヤモヤするのが好きな方は非常におすすめでございますね。主人公の男性が昔家庭教師をしてくれていた人から相談を受けるんですよね。なんか脅されていると、その脅している犯人を突き止めてくれないかっていう依頼をするところから始まるんですよね。主人公は確か探偵だったかな、ごめんなさいちょっと細かい設定忘れちゃったんですけれども、探偵だかをやっている主人公にそのような依頼が舞い込むんですね。で、主人公は中学高校の時の先輩の女の人と一緒にその犯人を突き止めていくことになるんですけれども、突き止めていった先に待っている真実にすごくびっくりしました。この作品もね、どんでん返しみたいな感じなので、あんまり細かいこと話せないんですよね。もう本当にとにかく読んでください。帯文にも書いてあります、 100% 騙されると書いてありますね。こんなラスト誰が予想していたであろうかっていう感じなんですが、私はねもうラスト本当に好きなんですよ。大好きな作品です、おすすめです。では続きまして3冊目の本はこちらです。二宮篤人さんのびっくりマークでございます。わーい。こちらシリーズ作品になっておりまして、全部で4作品出ています。この本の出会いはですね、ブックマちゃんというブックチャンネルで、中根さんまちゃんっていう女の子がいるんですけれど、その子が紹介していて、もう想定惚れをしてしまって、その動画を見ながら速攻ネットでポチった作品になります。シリーズ4作品あるんですけれども、本当に面白いんですよ。捨て話がない、いまいちだったなって思う話が一個もないんですよ。こちら短編集で多種多様な作品が収録されているんですけれども、本当どれを読んでも面白いです。ただですね、ホラーが苦手な方は読むのは辛いかなっていうところがあるんですけれども、ホラーが大好きな方ぜひ読んでみてください。私が好きな作品はですね、タイトルちょっと忘れちゃったんですけれども、謎の人物から電話が、あ、間違い電話だ、間違い電話っていうタイトルの短編がね、2巻か3巻に収録されていた気がするんですけれども、その話がめちゃくちゃ面白かったです。ぜひ読んでみてください。というわけで二宮篤人さんのびっくりマークでございました。すごいな、説明が下手すぎてサクサク進んでますねでは続きまして第4作品目はこちらです。じゃじゃん、ハッターのともみさんかな、合ってるかな、消えない月でございます。わー、こちらはですねストーカー文学でございますこれまで結構ストーカーにまつわる小説は読んできていたんですけれども、大体がですね被害者視点のお話が多いんですよね。被害者か加害者のどっちかの視点が結構多かったんですけれど、この作品はですね両者の視点で交互に描きながら お話を進めていく物語なんですよね。主人公の被害者の女性がストーカーから逃げるっていうかするんですけれども、まあ、それが逆効果につながってしまって、ストーカーの視点になった時に、あ、主人公のこういう行動はそういう風に捉えられちゃうんだなみたいなのがすごくリアルなんですよね。で、本当にリアルなんですよ。作者さん昔ストーカー被害でも会ったことあるのかしらって思うくらいめちゃくちゃリアルで本当に怖いんですよね。ラストのストーカーがその女の人に近づいていく場面があるんですけれども、そこが本当に怖いです。怖いんだけれども、逆にストーカーのまっすぐすぎる、いや、まっすぐ、まあ、ちょっと曲がってるかもしれないけれど、その主人公に対する愛情がね逆にすごいなって思うんですよね。あからさまに拒否られてるのに未だに愛し続けられるってすごいなっていう気持ちもねあって、そのストーカーの心理描写まで事細かに分かることができる、思考までね楽しむことができる、この本は本当に面白かったですね。逆にですね、このストーカーにめちゃめちゃ感情移入できる人って結構危ない人なんじゃないかなっていう思ったりもするんですが、こちらおすすめでございます。続きましてラストになります。ラスト5作品目はこちらです。ババン、ヤギエミさんの空心手帳でございます。わーい。こちら画像に出させていただいているのは単行本の画像になるんですけれども、私は文芸誌の方で読ませていただきました。こちらはですね、先に母が読んでいて、母が
私好みの作品だったよっていうことでめちゃくちゃおすすめしてくれた本なんですよね。私も読んでね、めちゃくちゃ良かったなって思える本でした。何かの動画で信頼できない語り手ものが大好きっていうお話をさせてもらっているんですけれども、この作品はおそらくその手法を使って書かれていると私は思っています。この主人公がですね、職場で、ちょっとしたプチイラ事件みたいなのがありまして、これまでね職場の人たちに鬱憤が溜まっていた主人公はある時ですね、プッツンとなってしまって、私妊娠したので仕事減らしていただけないでしょうかみたいな交渉をするんですよね。とんでもない嘘をついてしまう肝が据わりすぎている主人公なんですけれども、最初は読者も主人公も嘘ついちゃったから何とかしてごまかさなきゃみたいな生活をしていたんだけれども、途中から主人公がね、本当にお腹の中に赤ちゃんが宿っているかのような行動をしていくんですよね。その赤ちゃんのことを考えた、なんだろう、食事だったりとか、あとはマタニティの集まり集いみたいなのにも参加してママ友を作ったりですとか本当にすごいんですよね。最後どういう感じで終わるんだろうっていう感じなんですが、そのまま貫くんですよね。バレた時大丈夫っていう感じなんですけれどもこちらですね、すごい作品でございました。この本を読んでこの八木恵美さんすごく好きになりまして早く新作が読みたい。新作を首を長くして待ってる作家さんの一人になりましたね。多分今後どんどんこの人のワールドに引き込まれていく予感がしております。というわけでですね、私が2022年に読んだ中でのマイベスト本を5作品ご紹介させていただきました。説明が下手すぎて駆け足の動画になってしまって申し訳ありませんでした。皆さんの去年のマイベスト本は何だったでしょうか。よかったら教えてください。では最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回この動画でお会いしましょう。さよなら。